今日は美容院と舌下免疫療法の薬をもらいに耳鼻科に東雲に行ってきます。雪が降るかもっていう予報があったんですけど、確かにすごい寒い。東雲到着です。確かにチラチラと雪が降り始めましたね。おお、寒いはず。こんにちは。美容院が終わったので米田コーヒーでお昼ご飯です。めっちゃ雪降ってますね。鬼滅柄のコメダのソファーなんですかね。すごいな。このファーペンっていうとこのダブルリングのホルダーをつけたので iPhone でも置き取りができるんですよね。こんな感じ。厚切りピザトースト、めっちゃ美味しそう。雪降ってる。新鮮な景色でも寒い。うひゃ、滑ってこけそうで怖いよ。怖い。お願いします。はい、薬もらいました。なんかえらいことになってます。帰ります。大変だ。子供たちは楽しそう。いやー、珍しいからめっちゃ撮っちゃいますね。めっちゃ雪。戻ってきました。こけそうで怖い。この辺りの新鮮な景色も記録記録。お台場海浜公園に来てみました。そうか、ビーチも雪が積もりやすいんですね。東京湾の向こうの台場公園も雪が積もってますね。寒い寒い。雪が降った日の翌日ですが、やっぱりちょっと景色がいつもと違いますね。こんにちは、ファイナンシャルプランナーの風呂内彩です。1月といえば家計の仕組みを見直すのに、ご気持ち的に取り組みやすいタイミングだなというふうに思うんですね。やっぱりなかなか仕組みを作らないとお金を貯めるっていうのをこう、なんでしょうね、努力とか忍耐でやっていくっていうのは難しいものかなというふうに思っていますが、仕組み作りが非常に重要です。仕組み作りの中でも銀行口座の見直しと、カードの見直し、この2つを見直していくのが1月に取り組むべきおすすめのポイントになります。例えば銀行口座については、振込の手数料が安い口座はどこかとか、金利がマシな口座はどこか、例えば青空銀行のバンク支店とか、
ちょっと条件はありますけれども、自分銀行さんとかも auPAY とかフルで使えば、普通預金の金利が 0.2%、今メガバンクの普通預金金利って 0.001 ですので、200倍の金利がつくということで、どうせ置いとくのだったらマシかなっていうような選択肢になるかと思います。あるいは例えば我が家でもそうしてますけれども、私の口座から夫に対して送るときに同じ銀行を使うことで手数料がかからないようにするとか、定額自動入金サービスをやっているイオン銀行とか住信 SBI ネット銀行さんに定期的に入金して、そこから定期的に振り込んでいくっていうような仕組み作りを手数料無料で実現する組み合わせってどういうものなのかみたいなことを、年初のタイミングで設計しておくと、1年間あとは手を触れずに自動的にお金が流れて、多少マシな金利が得られてっていうような、利息が得られてっていうような恩恵が受けられると思います。カード選びもそうですね。例えば我が家の場合だと、私は今ビザ、ラインペイ、クレジットカードをメイン使いしてるんですけれども、ビザ、ラインペイ、クレジットカードが一律 2% 還元なのが4月末までなので、私は個人的にちょっと SPG カードをメインユースしていこうかなみたいなことを考えてるところなんですけれども、皆さんも使いやすいカードとか、我が家のライフスタイルで有利なクレジットカードとか払い方っていうのはどういうものなのかっていう、銀行口座とクレジットカード、あるいは決済手段でもいいですけれども、この2点にフォーカスして設計されると1年間楽に、なんとなくほっといても有利というような状態を作りやすくなると思います。以上 FP 小話でした。怖い、うわ怖いわ、右足をこう地面から鼻をちょい危ない、危なこれは怖いね。お昼ご飯を食べにサイゼリアに行ってきます。フリウリフフリコと牛すね肉のシチューです。この組み合わせ最高なんですよね。いただきます。はい、マスターカードで、カードで。ヴィーナスフォートと雪が一緒に撮れるのはもう最後かな。ここは怖いからインスタ36052で両手は全集中します。あ、まだそうだね、踏みしめの余地が残っとるね。うわー、これダメだね。いや怖いわ。本日のコーヒーをいただきます。ガンダムの後ろで。怖い、もう怖い。ああ危なかった、怖かった。あの公園の芝生のところめちゃ雪残ってますね。そしてこの道路つるんつるんで危なそうですね。お昼ご飯を食べようと思って、ちょっとビーチ経由で玄ちゃんに行こうとしています。なんかたこ焼き屋さんが出てたり、なんかちらほら屋台が出てますね。今日なんかイベントがあるのかな。スカイランタン受付って書いてある。なんかランタン飛ばしたりするのかな、ね、こっちの方にも。じゃあ何食べますかね。2022年初ゲンちゃん。ちょっとゲンちゃんにしては珍しくお高い本マグロ丼来ました。本マグロ丼、いやこれは色からして美味しそうですね。クイックペイでお願いします。いやー、やっぱりゲンちゃんは最高でした。美味しかった。ごちそうさまでした。コンビニでコーヒーを買いました。